ましたよね、あなた。はい。何をやるんだ ?TikTok と17。お、何をやる？ライブ配信。ライブ配信、別にやらしてるわけじゃねえよ、別に。いや、分かってます。そういうとこだよ、お前。はい。おっすお前、今日は大事な話があるわ、お前。はい。現場見に来たんちゃうぞ、お前。はい。お前、いつになったらやるんだって。往復2時間。1時からスケジュール入っとんのに。まあ、ゴルフのスクールだけど。自分の言ったんだけど。はい。来て。はい。ね。言いましたよね、あなた。はい。いや、なんか。家族チャンネルみたいな。よ、やりたいと。もうない。告知したの言ってた？もう2ヶ月以上前じゃない？その時に、やるかやらないかで、家族会議しますみたいな。そうですね。本当にやるかやらないか。別に、視聴者よく、アホみたいなコメント言ってくるけど、俺がやりきったわけじゃないでね。やりたいなって話を出てきて、うん、あ、いいじゃん、いいじゃんって俺は、全然いいと思うよって。って話聞いて本当にやるかやらないかみたいな。そうそうそう。で、またね、お前なんか何歳？26です。6だね、まだ。そんで1回会社やって失敗できたって人生、すげえ大きいよ。だってまた30になってやる可能性の方があるじゃん。そう、ね、その方が高いよね。はい。まあ、いろいろ金銭でやるとか、まあまあ、あるんだろうけど。うん。まあ、やらんと、金稼げんしな。まあ、そうですね。トビじゃん。トビなんて言ってたら失礼だけど、俺もうトビ出身だからわかるけど。だって言い方悪いけど、俺もう45じゃん。もし俺一人で現場で撮ったら、うん、飯食えてないよ。うん、YouTube もし撮ったら、なんだこいつってなるよね。45で、食えって言ったら、てめえの言うこと何聞くねってなるよね。体も動かへんわけじゃん。ね、絶対若い子に運動能力も負けるし。なんかコラボの言い方の声めちゃくちゃ。ちょけーちょけーちょけーって。誰も、誰ももなかったんだよ。地味におもろいんだよ。でもそうじゃね。まあそうですね。そうだけど。だからまあ絶対的に、まあトシ君もな、今。まあいろいろ考えておると思うけど、まあトシ君とまた結婚とかいろいろやっておるとまた別だけど、まあそれはそれでいいと思うんだけど別にね、はい、まあやったらやったでいいよねって。そうですね、うん、お金のためにはやってないけど、その自由とかいろんなもののためにはお金がいるよね。欲しいもののためにお金がいるよね、やっぱり。そう、その物欲だけじゃなく家族とかさ、うん、なのに、なのに前振りは長いですが、ですが、うん、だから俺は TikTok とかインスタやることはいいんじゃないって言ったの。あなた TikTok の違うでしょ、TikTok からエブリーか。今うちの会社でセカンドっていう会社で安いってやつがさ、たまに出てくるデブだわ。責任者が、そいつが、まあ、運営しとんだけど、今タレントさんが100人200人なんだよ。そうですね、うん、で頑張ってやって、まあ、収支も今黒字にやっとなっていいなんちゃう。1年半ぐらいやって、うん、でまあそこでまあ別に、ね、なんか俺ら金取るわけじゃないので、 TikTok とかから俺らがもらえるの、多分会社がね。だけど、まあ、お前がやってみたいって言ったんだね。まあ、何をやるんだった？ TikTok と17。お、何をやるの？ライブ配信。ライブ配信？いやだ、恥ずかしい。夫婦でなんて、そんな、そんなに仲いいなんて恥ずかしい。なんか、おかまいない。すいません。聞こえふりしてください。ほんで、もうこの動画があった時にもうやってんのかな？もったいないよな、せっかくこうやって告知しに来てる20万人がね、見てくれるのに。はい、やるよね。はい、いや別に俺怒ってないよ。お前そんななんかそのぐちぐち女みたいな感じで、いやいやいや、別にやらしてるわけじゃねえよ、別に。いや、分かってます。そういうとこだよ、お前。はい。おっそういうとこだろ、お前。だからそうだろ。でもまあ別に自分がやりたいなら、一日も早くやった方がいいんじゃない？別に嫁とは言わずに、自分だけで走ってもいいわけじゃん。まあそうですね。でもなんか、会って打ち合わせがあるんですよね。っていうのを安井さんから折り返し来るの待ってたら、言い訳すんなお前。いい仕事は電話するだろ、別にどうなってますよあれって。なんで今日電話します。だそういうところはやっぱ磨いてほしいね。はい、で俺にとってもプラスじゃん、お前らが成長していくことって。いや社長どうなっとんすか、いや社長に言われるまで待つ、指示待ち社員なんかいらんじゃん。はい、だから俺は別に独立していくような勢いのやつの方が逆に働いてほしいと思う俺。はい、で俺もうなんか言い方悪いけど、その YouTube 撮る以外何も合わんもんな。あいついたんだぐらいのレベルになる。久々に会ったらボロカスに言われるんだよ俺。ごめんな、動画だ。ごめんね、それ仕事だったわ怒るの。でもみんなそれ、カンタさんも会ってない、カンタなんか全然会ってない。ライブばっかだし、うん、でまあライブ配信を奥さんも、奥さんだけでもやるんだろ。でもやるやるし、
一緒に前だけでもやるし、でまあ何で、まあ、いつかも何それは 何を考えてるの、その、まあ、単純に収益なのか、それとも、まあ、その先にやっぱある程度タレント性持って仕事とかもつながってくるかなっていうのを考えてるのか、その辺はどういうふうに考えてるのか、俺あんまりその辺詳しく聞いてないじゃん。大きなビジョンはないですけど、うん、まあまず知名度か、あで塗り替え道場にもプラスになってもらいたいし、うんうん、僕らとしても俺のプラスは考えてるお前にそんなやるって言ったのにやってない、お前にイライラするだけ。知名度を上げて、まあ年取った時に、うん、自分でやる、また自分でやるかは別として、うん、もしやる子ってなった時にその知名度を使って、うん、まあそういうことだよな、そうです。まあ、言い方悪いけど、じゃあ俺が YouTube、 まあまあ塗り替え道場が潰れましたと、だけど何らかの何かできるよな、そうアクション行動が起こせるよね、あこいつ見たことあるなっていうぐらいのフックにはなるからな、うんうん、でそれは SNS だけじゃなくてね、なんか、うん、何でもいいじゃん、居酒屋やっても、あ昔あの YouTube でわけわからん黄色いヘルメットかぶってた人っすよねみたいなとかなるじゃん、うん、まあそういうことだよな、そタレントと同じだよね、そうだったらお前に言ってることはどう、今マイナスなんでプラスにしないといけないですね、うん、そうだ、はい、本当思うよ俺、でも本当に思う、頑張ってるやついっぱいおるもん、それはお前の26歳の中でもそうじゃん、頑張ってるやつがいくらでもおるわけじゃん、はい、じゃあ、ね、とりあえずここに貼っといてもらって、何よ、でもう公開されとんだな、これが動画上がるまで、はい、でも今日編集するんで、下にやるなら今日ぐらいに、ああ、そうだよな、アカウントはもうできてるんですよ、何の17TikTok? TikTok っす、うん、で3本動画上がってるの、あ、上がったの、もう上がってます、あ、ライブだけやってないだけ、まだライブの権限がないんで、ああ、そういうことか、安井さんがその権限を解除してくれないと、ああ、そういうことか、で、TikTok 撮ろうよとか言って撮ればいいじゃん、撮ったるよ、今から、大丈夫ですって感じ、いや、夫婦なんで、あなた大丈夫ですないだろう、もう、思って奥さんがメインになるんですか、奥さんが撮ってくれる、もう自分が出る側で、奥さんが完全にそんな感じになってます、でもライブは奥さんも出るんですよ、そう、アライブは一緒にやったり、まだちょっと踊るの奥さん嫌なんじゃない、そうす、踊っとんの、踊る、踊っとんの、子供と一緒に、お、マジ、竹さんそういうのできるキャラじゃん、ああ、そうかそうか、子供と一緒にはっちゃけれる、ああ、そうか、それが恥ずかしいとかないタイプ、ないです、だけどまあ最初に考えたことってまた一歩進むと視界が広がるから、はい、あのやっぱりそこに固執しずに、はい、もうほんと絶えずなんかいろいろ考えて、はい、うん、なんか やってほしいね、それも経営の本当の学びになるかな、はい、YouTube のことバカにする人もおるけど、こんなことばっかやってって、はい、もう今ここまで来たもん、誰もバカにしんけど、はい、じゃあよく言うもん、社員とか、じゃあやってみろよお前って、うん、じゃあ別に俺抜けてね、やらせれるやつがおるなら、はい、でもおると思う、この会社に、ないっす、ないと思う、はい、だってインスタ週に2本投稿しますって会社のルールにもかかわらずそれすらできないやつばっかなの、そんなルールあったの初めて、いや、営業、初めて、営業はねで、あれってさ、なんか楽しそうに映るからなんか楽しいんだろうなって単純に周りが思うけど、ちゃうて、努力してんだって楽しいの演出だよって言って演出じゃないけど、その場に行かなあかんじゃん、はい、あ、TikTok と、あ、インスタ撮んなきゃな、あ、じゃあ職人とちょっと今日一緒に撮ろうよみたいな、はい、考えなかった、大切、はい、うん、はい、まあ、なんか最近 SNS の話ばっかな、テレビしていいね、もうこれ貼っとこうか、お願いします。まあ、最低10本ぐらい上がってるでしょ。10本？ああ、動画をすか？うん、動画が。結構難しいですよね、ああいうダンスとかって。頭回らんのっすよ。だから簡単なものからやった方がいいんちゃう？で、しかもお前の売りってやっぱ島の、そういうのも入れながら、そういうのも入れていった方がいいんじゃない、うん、あんまりこれしか取らんっていうのよりは、だから何でも言ってもいいんじゃない、わかりました。今なんかそうじゃん。もうドッキリも何もやってないじゃん。ちょっとやってないですね。今ゴルフの練習ハマりすぎちゃってくれ。プロゴルファー。死ぬほど死ぬほどやってるね。だって俺もう仙台行って朝6時から行って、はい、9時に帰ってきて仙台、はい、そっから練習とか行っとる、1時とかまで俺本当に努力しとるよ、まあ、確かに昼間行っとるのもある全然、はい、だけどやっぱもう12時とか毎日本当に練習しとる、マジでやってるんだよな、まあ、確かにお前も朝早いから無理だと思うけど、はい、だから、うん、そのダメダメダメって言ったらキリないじゃん、はい、でも経営者になった時ってそうじゃん、もうやりたいやりたいが必要で何とかする、金がないけど何とかしたい、 あっただろ、あります、だってやりたいってそういうことよ、はい、TikTok やりたい、俺成功したいじゃないと絶対成功しん、はい、SNS も頑張っといていっぱいおるもん、まあ、そうです、うん、お前がいやいやだったら絶対うまくいかないからやめた方がいい、はい、
やります。だって俺だったらもうだって最初 YouTube とかマジで毎日投稿してたじゃん、はい、一時も投稿してたじゃん。でその時はこんなみたいに暇じゃないし、ね、うん、ミオもいないじゃん、カメラマンもいないじゃん、うん、で編集も自分で全部探してみたんだね、あ、うん、げたいから、もうどうしてもあげたい、どうしよう編集するのどうしよう、従業員いない、でも動画あげたいって最初自分で覚えたんだな。編集2本ぐらい自分で編集したんだ。そうマジでそこまでやったよ、やりたいんだ。基本時間になったら竹道場とか作ってほしいわ。道場もうここまで気づいたのに、どうしても自分引き継いでほしいなって竹道場、うん、もう頑張ってほしいな、やるならそういうお前を見たい。でそれがまた仕事にも影響していくじゃん、はい、で自信もなるじゃん、俺だってやってるよ毎日、まあ、こんなこともできんのかに繋がってきたじゃん、はい、一人親方で会社やって1年目2年目俺どうか知らんけどな、見たことないから、うん、その時のガッツみたいな、だんだん緩んでくるだろ、金も回ってくると、うん、それやっぱりそうこうなってこうなるのはしょうがないけど、またこうなるしかないな、うん、それこれが見たいな。了解です。少々皆さん、うん、こんな最近動画ばっかですけど、チャンネル登録といいねお願いします。チャンネル登録は、あ、本当にここちょっと見に来てください、お願いします、うん、ここに貼っておくんで、うん、で、なんか本当ライブ配信とか結構だって職人さんと時間合うかもしれないな、朝やったりとか、うん、夜やったりとかになると、で現場でもたまにやったりとかな、はい、社長の悪口言い始める、あ、それ面白いな、それ以上話し始める、あ、面白いかな、社長の裏側とか、あ、面白いじゃん、全然いいよ。あとゴルフが3月の19日日曜日、もうぜひ参加、まあ、鈴鹿カントリーでやろうかなと思ってますんで、人数制限あるんですけど、もうあと何人かしかないね、10人ぐらいしかない、もう入れねと思いますんで、ぜひ参加希望で、まあ一応1月いっぱいで、まあまあ年内ぐらいだったらちょっと枠余分に取れるかもしれないけど、まあまあギリギリだと枠取れなくなっちゃうんで、とあとはまあそういうののもろもろとかのあれでメール登録があるので、俺がちょっとやりたいの本当に、まあ、それもじゃあお前にやりたいだね、まだやるって決めてないけど、はい、職人さんとか経営者になりたいとかさ、自分で商売やってきたいって、それ行くやつは勉強会みたいなやりたい、別に金取ってとかじゃなくて、はい、俺もなんか人に言うことでさ、俺もやらなかったじゃん、はい、なんかそういう初心に戻るっていう感じですし、帯職人の勉強会とか塗装職人の勉強会とか、それかまあ異業種で、うん、そういうのの勉強会と面白いな、月1回とか月2回集まってずっと やり続けるみたいな、1回で終わりじゃなくて、うん、なんか1回じゃ なかなか人間関係できちゃう、うん、でもとりあえず今もう60名様ぐらい集まってる、マジ、うん、マジ、あと40名様ほど集まったらとりあえず第1回誰でも OK の企画をやろうか、やりたいな、そうそうやろうか、うん、ちょっと本当にね100名ぐらい行ったらちょっと本当に勉強感考えようかな、トビーがね、うん、意外と少ないかもしれない、そう考えたらやっぱライバルだから、うん、そうなんですよ、あ、塗装屋とかも行きづらいけど、来てても別にこちらも偉そうにするわけじゃないじゃん、よろしくお願いしますって1個でも塗装屋ならお願いしますだし、うん、で YouTube とかどうやってやんのとかでもいいしね、一緒につながっていけばいいかなと思ってます、仕事以外のことそうそう、うん、話せるし、うん、あ、足場買い取りもね、足場の買い取りやってますんで、ちょこちょこまた最近来たんだろう、そうですね、うん、材料がまだ足りてない状況なんで、うん、まあ、ぜひ買い取りやってますんで、うん、お見積もり、うん、お前緊張しとるやん、最初に緊張しとるやん、お見積もりからお願いします、あ、そうだね、よろしくお願いします、高校買い取りします、お願いします、せーの、また見てね、やめてないよ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 いるよ。